電源装置も一部破損しております。至急避難してください。嫌です。行きましょう。こっちだー。くしとやめてくれ。どっちだどっちだ。行きましょう。でもこっち行ってみよう。こっち、あ、でもなんかこっちセーキルートっぽいな。ちょっと上行ってみようか。ちょっとやっぱり正規ルートじゃないとこで地球のかけらはず、でも地球のかけらなんか7個くらいあるって言ってたんだよね。ってことは、あー。ってことはもうさ、もう取り忘れてる気がするんだけど、なんか、このね、口だけはね、クリア時間が2時間から3時間って書いてあったんですよね、確かね。だから、そんなに、行くか。さあ、奈良さん。だいぶちょっと慣れて、来たと思ったんだけどね。はい、ただいまアンドラゴラ。ということで、じゃあ行きましょう。まあ、慎重にいっぱい行った方がいいっていうことですよね。うん、何事にも、謙虚に、謙虚に突き進んでいくと。やっぱりこうやることによって、やっぱりそうですね。常にクリアを確実なものとしていく。やはりなんかその、安定感のね、ないピッチャーより、やっぱり安定感のあるピッチャーの方がいいんです。まあ、空発力のね、あるピッチャーもいいと思うんですけど、やはり制球力にね、適した、中日ドラゴンズという、吉見和樹みたいな、みたいなピッチャーです。こっち行けないじゃん。待て待て、落ち着け落ち着け、大丈夫。このまま下行ってくれるん、下行ってくれないの？どうするの？じゃあどうするの？逆に聞くわ。まあまあ、これやるしかないのか。へい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 なーす。よし、行きましょう。いや、これは絶対やんないといけなかったっぽいから。行くしかないね。これやるしかないね。やるしかないね。来いよ！はい！よし、もう絶対。絶対使わないといけなくなってきたね、だんだん。この下は？この先は？あ、なんか、あ、休憩所、ありがてえ。ありがてえ。これ、ちょっと待って、その前にまずちょっと調べたいところあるんで、セーブポイントはすごいありが、え？どうしよう、行く？倒す？まあ、セーブしてあるからね、別にいいんだけど。ああ、はい。さよならさん。さあ、ここに地球のかけらは？ない。もう何もないです。お疲れ様。これもうやっちゃう。この下無理だもんね。ちょっと見てみようか。これ押してみよう。電源入れます。イエス。そう、いや、もう地球のかけらあったのかな、さっきやられたところって。ん、なんだこれ。何、プラズマクラスター的なる。すごいすごいバリバリになるのね。オッケー、電源が完全に入ったみたいね。でなんぞや、このこれ6防制のがすごい気になるんだけどさ。とりあえず1回セーブだけさせていただいて、あ、もうごめんなさいね。2回セーブしたい癖があるんです、僕。そういう人間なんです。俺はそういう人間だ。ちょっと待って、これで電源入ったから、どうなるの？あ、これでこの先がいけるみたいな感じかな？じゃあもう突っ切るしかないでしょ。これはもう。突っ切りましょう。で、いきます、これ。あ、なんかある。助けてー。ちょっと、積んだよ。あ、危なかった。あ、そういうこと。これでいける。危なかった。いや、よかったよかった。あー、なるほどね。これがなければ、いけなかったよっていうことなんだね。オッケー。なるほど。あの6防制は、なんだ、止まるんだね。止めることができるんだね。すごいついてくるじゃん。すごいついてくるじゃん。びっくりしたわ。すーごいついてくる。で、これで戻るのか？戻るわけじゃないのかな？ちょっと一回戻ってみようか。ちょっとセーブも兼ねて、一回戻ります。あー、なんか出てる、なんか出てる、なるほど。これで、先に、なんか、あれ？こんな、最初から、なかったよね？これなかったよ。なにこれ、これすごい！全自動マリオ！全自動マリオ！素晴らしいでござるよ。大丈夫だ、大丈夫だ。おお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 スタンマイン使えないの無理だって。無理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 。セーブしたい。スタンマインセーブない。セーブないか。いけるかこれ。セーブ欲しいぞ。
もう踏んだり蹴ったり、踏んだり蹴ったりじゃないですか。やばい。これでいくの？これでいくのね。頑張りまーす。マジか。これ厳しくない？動けないよ。動けないよ。どうした？どうした？大丈夫？すっごいこっち見てた。ん？何？何？どうした？何ね、なんか言って。こいつの後に追跡的なやつ。あ、こいつの後に追跡ばいいんだ。多分。行っちゃう？大丈夫？いきなりなんか、はい、こんにちは、とか言って、なんか、こう来たりした。これ、これ特に何もないんだね。ついていこうか。ついていってみよう。こいつに。これ、お兄さんなんじゃないの？すごい見る、すごい見る。なになになに、やめてよ。そんな見られたら、恋しちゃうじゃん。大丈夫？これ、触れちゃダメだよね、多分。触れに行きたいけど、多分触れたらダメだから、ちょっとここはちょっとやめとこうか。本当は行きたいけどね。これお兄さんでしょ。これ間違いなくリックのお兄さんと言ったところでござる。多分リックにやられたんだね。我の計画のためにすまんな兄さん。リックって言ってあれでしょ。何見てんだよ、こっち早く行けよ。前へ、すえ、優しい。はい、はい、来いよ。どうした？やばい、これで待った。すごい、待ってくれる。こんな彼氏欲しい。うわぁ、大丈夫みたいな。これ絶対あれでしょ、道路のさ、あれで絶対道路側歩いてくれるよ、この男性。よかった。絶対道路側歩いてくれる。100%。これは？手紙がある。読みますか？ Yes。リックへ。お兄さん。突然抜け出してすまない。ああでも言わないとバダレットが必死に止めてくると思ってな。例のものは見つかった。この封筒の中に入ってるバダレットの渡せ。例のもの？そして一つ残念なお知らせ。口だけに足を食われちまった。もう戻れそうない。最後まで足りない兄貴ですまない。お前は無事に出してくれ、ニック。あの世でまた会おう。え？これリックのお兄さんの手紙ね。残念ながら亡くなってしまったみたいね。でも例のものって何かしら？いや、私が勝手に見ない方がいいかもね。見とけ見とけ。酷だけどこの手紙はリックに渡してあげましょう。リックへの手紙を手に入れた。いや、これ見ないってことはちょっと怖いな。まるで暗黒で迷う私は。これお兄さんだったのかな。これお兄、ああ、触れてみたかったな、光。お兄さん襲ってくるんじゃない？あえて見たい。リックの手紙見たいよ。絶対危ないの入ってるって。絶対。これがおそらく追撃装置のコントローラー。止めてみせるわ。頑張って。ビル、頑張って。頑張って。よし、追撃装置を停止させますが、すごいな。よし、ついよし、いった。はい。追撃装置は停止しました。やったね。ついでに壊れた電源装置も直しておきましょう。すごいな、キャーロン。電源が復旧しました。これでバッチリ。あれ？これどういうこと？ログによると追撃装置が起動したのたったの1年前。ほら、もうこれ絶対宇宙海賊でしょ。故障はして、いやでもわかんないか。いやでもな、フードじゃないと信じたいんだけどね。実はなんかフードが一番なんか、それっぽくなくって実はみたいな感じあるからな。わかんないんだよな。でもな、待ってたって言ってたもんな。いやどうな、わかんないな。故障してないみたいだし、誰かが意図的に起動させたんだわ。一体誰が。でも今考えてもわからないか。とりあえず戻りましょう。大丈夫、本当に。これさ、戻る瞬間にさ、みたいな感じでない？気づいてしまったようだね。リックみたいな。ありそう。これでもどっかちょっと探索、ちょっとじっくりしたいな。多分どっかに地球のかけらがあると思うんだよね。あれですよね。確か地球のかけらもキラキラ光ってた気がするので、まぁ、ちょっと探しがてら、もし何もなければ、まぁ、カットすると思うんですけど、まあ、探しがてらちょっといろいろ地球のかけらを集めて、何にもないな。本当にびっくりするほど何もなかったな。でもこのまま何もせずに帰るってことはないと思うから、多分何かしらイベント起きるんじゃないのかな。これ途中で。途中で誰かいるんでしょ、多分。気づいてしまったようだね、セニョリータみたいな。リック、やっぱりあなたがみたいな。ほら。さあ、少し疲れちゃった。でもあの口だけ少し不思議だったわね。まるで、暗闇で迷ってる私を案内してくれてるみたいだった。口だけも人に懐いたりするのかしら。私のビデオ。お兄さん？
さっきの案内してくれた口だけ、まさか飼ってくれなんて言い出すんじゃないでしょうね。いやよ、絶対の。やっぱり私は間違っていた。こいつらは人に懐いたりなんてしない。ただの化け物よ。こっちに行きましょう。セブシ、来た、逃げげ。ちょっと待って。行くぞ。大丈夫。どっちだ、どっち。どうするの。セーブするってことはおそらく終わった。皆さん、この実況最終回です。はい、ありがとうございました。行き止まり。このままじゃまずい。どうなるのでしょうか。最終回かな、バッドエンドかな。